久保さん、今回あの、麻雀放浪記なんで、引きこも、引きこもり放浪記とかにしときましょうか。昔ね、僕の人生の中で、実家の部屋で一人でね、こう、引きこもってましたね。うん、もう、その時はもうなんか社会とつながるのがもう怖くて、最初はね、まあ、 あれだったんですけど引きこもりが長くなるともう怖いというかどん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 もう閉じていくというか何もしたくないし何かしようとすると怖いというか人と会いたくないし面接行きたくないしもう何もかもが怖かったですよねだけど怖かったんだけどもこのままの状態も怖かったですよね <laughs> このまま人生終わんのかみたいな 親の家で、実家でずっと引きこもって終わるのかみたいな、そんなんでいいのかみたいなね。いや、でもそ、その、そういう時期があってね、今、こんな人生送ってると思うと、う人生って何があるか分かんないですね。うん。まあ、変わるもんすね。<laughs> いや、ほんとね、なんか、思いますね。 まあ、久保さんもね、昔、マージャン屋、マージャンやってたのに、今、こう、なんか、ね、カメラに向かって毎日喋ってんな、みたいなね <laughs>。マージャンの、マージャン、毎日してたね、時もあるわけじゃないですか。今、毎日カメラに向かって喋っててね、人生何があるか分かんないですね。行ってらっしゃい。